みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回も2013年度版クリスマス動画のドラムの動画を撮影するべく、こちらはまた相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております。で、まあ、今回のこのホワイトクリスマスという楽曲は、全体的にシャッフルというビートで構成されておりますので、このシャッフル感をちゃんと出しながら演奏していただけるとすごく嬉しいなと思います。シャッフルは何やろかという話をちょっとすると、ちょっとこう跳ねるというか、ウキウキする感じのリズムのことです。シャッフルじゃないリズムのことをイーブンという言い方をするんですけれども、ちょっとイーブンで8ビートを叩いてみます。聴き比べてみてください。どう違うのか。これがシャッフルじゃないイーブンの8ビート。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じのリズム。で、これがシャッフル、跳ねるリズムになるとどんな感じに変化するかというと、ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じで聴き比べるとすごくわかると思うんですけれども、どうでしょうか。イーブンだと、タッタ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 って感じですけれども、シャッフルだと、タッタ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 みたいな感じで、なんかちょっとこうスキップするような、なんかウキウキするリズムになるのがわかるかと思うんですけれども、この雰囲気をもう最初から最後までずっと守りながら演奏していただければなと思います。で、去年のジングルベルと違って、もう基本的にずっと同じリズムなので、ずっと繰り返せば OK かなと思います。その繰り返すリズムとしては、これ。ワン、ツー、スリー、フォー。感じのリズム、キックの部分がちょっとこうね跳ねてますよね。これをわざと悪くやると、イーブンでやっちゃうと、ワン、ツー、スリー、フォー。なんかわかりますでしょうか。ドッタン、ドッドタン、ドッタン、ドッドタンじゃなくて、ドッタン、ドッドタン、ドッタン、ドッドタンみたいな感じで跳ねる感じ。これで演奏してみてください。まあ、結構このテンポでね、ちゃんとかっちり跳ねながら、このキックを踏み続けるというのはすごく難しくて、まあ、ぶっちゃけ僕もあんまりできてないんですけれども、まあ、そんなところに気をつけて演奏していただければいいかなと思います。で、右手をクラッシュに行ったりとか、ライドに行ったりとか、まあ、お好きなように、いろいろとこう、ね、右手の場所を変えていただければ OK というような感じでしょうか。で、もしそれでも全然余裕だよと、全然それだと簡単だよ、もっといろいろできるぜ、なんかもっとなんか面白いことを教えろよっていうような方に向けて、ちょっと少しレベルの高い話をさせていただきますと、このゴーストノートとか右手のこのハイハットのゴーストノートも、ちょっとこう、ね、細かくシャッフルで入れられると、なおこのウキウキ感が出てくるかなと思います。ちょっと一番最初の A メロの部分をやってみますね。一番最初から。Aメロの部分、ちょっとやってみます。ワン、ツこんな感じで、右手と左手が細かくゴーストノートを入れているんですけど、何となくわかるでしょうか。まあ、こういったニュアンスとかをそれっぽく真似していただいて、盗んでいただいて、うん、やっていただけると、演奏していただけると嬉しいなというような感じでしょうか。まあ、僕も、ね、なかなかこのシャッフルビート苦手でうまく演奏しきれてないんですけれども、ちょっと今のフレーズいいなと思っていただけるところがありましたら、どんどん盗んで演奏してみてください。それでは、まあ、ちょっとこのドラムの解説はサクッと終わりになってしまいますけれども、以上です。シャッフルビート、シャッフルのこの跳ねたウキウキ感、タッタ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 っていうね、この軽快さをしっかり
演出しながら演奏していきましょう。頑張って練習をしてみてください。それでは。